おおはようございますすす関根和夫でで元気ですか今日からオリンピックが始まるということでニュースはもうそのことでいっぱいのようですけれども、えー、インタビューの番組というかニュースの中で、えー、小学生がインタビューされていて悲しそうな顔で僕らの人生に一度しかないと思われる東京でのオリンピックを生で見ることができないのは本当に残念ですとね。 小学生が答えていたんですね。私はあの幸いなことに、えー、東京オリンピックは2度目の経験ということになるんですけれども、今回のオリンピックも本当に、ね、コロナ禍でのオリンピック、無観客でのオリンピック、まあいろんな形容詞が付けられるであろう、異例づくめのオリンピックを始めようとしています。オーストラリアのあ友達がオリンピックはもう少し延期した方が良かったんじゃないかな というふうなことをこう、なんで延期しないのかねというようなことをメールで書いてくれたんですけど、まあね、コロナもあるし、暑さもあるし、延期した方がいいような気がするよねというのことをちょっと私書きましたが、まあとにかく今日から始まるということですよね。えー、まあ今日はあのオリンピックについて語るつもりはないんですけど、うん、ただ小学生のインタビューを聞きながら感じたこと。 僕らの人生に一度しかないと思われるオリンピックという言葉ですね。僕らの人生に一度しかないと思われるオリンピック。東京オリンピックですね。まあ、イベントとして見るオリンピックは4年に一度ですから、観客は楽しみに4年間待ち続け、選手は出場するためにもう壮絶な戦いとトレーニングを繰り返すわけですね。そして確かにオリンピックのような大イベントは興奮をも,もたらし、 楽しませスポーツ大好きな人にはもう夢や希望を心の中に生まれさせる可能性が大きいですよね。イベントに寄せる思いを持てるというのは幸せなことだと思います。4年に一度のイベントであったとしても年に一度のイベントだったとしてもあるいは毎週一度のイベントだとしてもとにかくそういうイベントを楽しみにできるという。 のは、そういう心は生活を明るくし、積極的な生き方を励ますものだと思います。今度の日曜日、教会で会おうねとか、例えばそういうことだって、とても大きな意味があるものだと思いますね。そういうイベント、まあ非日常的な出来事ですよね。でも同時に、そのイベントまでの 一日一日の過ごし方についても、これ一生に一度しか通過しない一日なんだよな、ということを心に覚えておく必要があろうかと思います。イベントだけのことを考えて浮き足立ってしまってもいけないし、その日だけのことを考えて飽きてしまってもいけないんだろうなと思うんですよね。いずれにしても、一度限りの人生、 この一日、今日一日は二度と繰り返されることがない一日であり、このイベントも、まあイベントの名前は同じように繰り返されるとしても中身はその会その会で全く違うという、非日常的なイベントを楽しみにできるという、その、まあそれはある意味で生活の豊かさを意味するものだと思いますけれども、そういうイベントを楽しみにしながら、 日常的な一日一日も、これは二度と戻ってこない一日だという意識で充実させていくことっていうのが必要なんだと思いますね。暑いですけど、どうぞ元気でいてください。それじゃあまた。